しく頼むぜ。僕に任せておけばノープロブレム。ご主人様、ご主人様、私は死んでもあなたをお慕い申しております。この無理難題を聞いてくれるのならば、私の夫として認めましょう。多少の無茶はいいけど、一人で抱え込むのがなしだから。オーケー。このイデアは主人に対する異常な忠誠心から無茶をしすぎて殺されちゃったのか。主人はこんなに、このイデアは望まない、求婚されまくって誰も信用できなくなっちゃったみたいだね。モテすぎるのも大変だね。まだ愛し足りない。まだ愛せる。あなたの体も心も、こうすればいつまでも私と一緒ですわ。幸せ、幸せ。かなり残虐な趣味を持っていたイデアのようだが、最後は自分自身がその趣味の一部になってしまったようだな。このイデアは信じていた方に裏切られてしまったようですね。信頼も愛情も一瞬にして凍りついてしまったようです。こいつは誘拐されまくって人生に絶望したイディアだな。悲しい気持ちで溢れてる。私でお力になれるのであれば、できる限り頑張らせていただきます。自分でもよくわからないというか、理解しがたいというか、
なんですけど、見るとときめいてしまってキュンってして、多分これって好きって感情なんだと思うんですけど、聞いてます？全部なかったことになるのか。騙されて民衆に醜態を晒しちゃったイデアみたい。逆恨みに似た強い感情が全身から湧き出てくるよ。
なた方が報酬を差し出さないなら、私自ら報酬を選ばせてもらおう。ふーん、村人たちへの復讐のために村中の子供をさらっていったイデアの